皆さんこんにちは、報徳学院学習部の小野俊です。今日も日記の動画です。新聞からなんですけれど、記事を読んで、静岡商業高校生のユニークな発想力、これはすごいなって感じた記事がありました。それは、静岡商業高校のビジネス探究部が新しい商品の、お茶の商品、これを開発したんですね。大人のお茶の商品開発をするっていうと、やっぱり味とか香りプラス見た目、パッケージ、こちらに、力を入れると思うんですけど、高校生は違いました。高校生はお茶を飲むことプラス別の体験、これをくっつけようとしたんですね。それがお茶プラス音というものでした。具体的にはまず見た目をホームをイメージした包装にして、中に QR コードを印刷してあるしおり、これが入っているんです。しおりって、あの本を読んだところまで、ここまで読みましたよって、この挟んでおく、あのしおりですよね。そしてこのしおりにある QR コード、これをスマホで読み取ると、風鈴とか線香花火とか川の音とかいう13種類の音声が流れると、そういう商品を開発したんですね。実際にこれまでにイベントでこれ販売したらすぐに売り切れてしまった、そういうことでした。私たち大人ってお茶は飲むものだから、飲む方にこう重点を置いて商品開発すると思うんですけど、高校生は飲むこととはちょっと離れた別の部分で付加価値をつけるという、こういうことをしたんですね。こういう固定概念に縛られていない柔軟な発想ができる高校生の、ね、力、発想力、私はとても羨ましく感じます。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。